今晩二三丸々にて予定の夜食とする。最高にうまい夜食を持ってくるがいい。さっさとジャンのルール締結だ。こりゃ見物だぜ。今夜は眠れねえ。いや眠らせねえ。何なんだ。さあ最高の夜食を用意してきたようじゃの。それではこれより第104期訓練兵ジャン・キルシュタインとサシャ・ブラウスの料理対決を始める。一皿目サシャ・ブラウス。はっ、どうぞ。ん、力場、うん、司令、なんだ、なんといううまさじゃ。歯ごたえ抜群、かつ噛むほどにうまみが広がっていくわい。高級の獣臭さを酒が消し去り、残るは肉のうまみのみ。俺たちに任せろ。これほどまでにうまい酒を飲んだことがない。どうしたんだ。びっくりだ。動かない。一体何が。見ろよ、放心状態だ。これはいけるぞ。さあ次はジャンの番ですよ。どうぞ。ん？え？なんだあれは。オムレツか。あれで肉に勝つ気か。おお、こりゃまた可愛いの。どうぞご賞味ください。司令が何も言わねえぞ。俺たちの勝ちってことだろう。ええ、この世でお肉に勝てるものなんて存在しません。では発表する。この度の料理勝負、ジャン・キルシュタインの勝ちとする。ジャンの勝ちだ。オムレツが肉に勝った。家庭料理の勝利だ。納得いきません。なぜです。なぜ肉が負けるのですか。なあ若き訓練兵よ、肉とは一体何じゃ。肉とは肉であります。その通りじゃ。肉とは肉であり、肉以外の何物でもないという意味において肉とは肉である。であるからこそお主は負けたんじゃ。ああ私は恥ずかしい。今ので納得したのか。これまでお世話になったお芋や人参のことをすっかり忘れ、ただお肉を焼いただけで勝とうとしていたなんて。
恥ずかしがることはねえ。役しかしてねえのはお前だけじゃねえんだからよ。ごめんなさいじゃいいってことよ。